ご紹介ありがとうございます。九州大学の生態防御医学研究所の山西と申します。今日はこのような機会をいただきありがとうございます。私は普段はですね、例えば人工知能の基盤技術である機械学習を駆使してデータ駆動型のバイオ研究を行っています。特に医療とか創薬への応用研究を行っています。ちょっとこういう講習会の講師をするのは初めてなんで、ちょっと時間配分とか失敗するかもしれませんけれども、ご了承ください。今日の内容ですけれども、パセイデータベースについて、いろいろ紹介していきたいと思います。まず最初にこの概要を簡単に説明した後に、主要なデータベースの一つであるバイオサイク、またケッグパスウェイの使い方について紹介していこうと思います。またこれらを使った疾患研究への応用の例についても紹介していきたいと考えています。ただこのパスウェイデータベースに関しては過去の講習会でも何度も講習会があったようですので、過去の資料もぜひご参照ください。今回の資料は特に前半の部分は過去に DBCUDS の琴先生、守屋先生、また DDBJ の時松先生が作成した資料をベースにしています。で、現在の生命科学の課題ですけれども、いろんな実験技術の進歩に伴って、遺伝子、タンパク質、代謝産物などさまざまな分子に関するオミックスデータが得られるようになってきました。ですので、生体内の個々の分子の一覧というのは明らかになりつつあります。ただ、それだと単独で生物的な機能を発揮しているわけではなくて、生命システムっていうのは多数の分子が協調して働くことによって成り立っているわけですね。ただこういったグローバルな分子間相互作用ネットワークの全貌っていうのはまだ明らかになっていません。こういうのを明らかにしたいというのが最近の生命科学の大きな課題になります。そのためにもですね、今の段階で分かっている分子間相互作用の知識どうやってアクセスするか、またそれをどういうふうに使って新しい知見に結びつけていくかが重要ですので、これを知識ベースであるパセデータベースの役割というのは非常に大きいということになります。ここで言うパスウェイという言葉の定義ですけれども、ここで生体内での遺伝子とかタンパク質、また低分子化合物とか糖鎖とか、そういったさまざまな分子の分子間相互作用を経路として表現したものというふうに考えます。で、このパスウェイをですね、パスウェイ情報を集めて、可視化して電子化したものというのがパスウェイデータベースというふうに呼ばれています。歴史的には代謝経路の表現から始まったのが最初みたいですね。例えばここは現在露種になってますけれども、そこでの代謝マップが出版された当時のものになります。ですので要するにパスウェイっていうのは分子のいろんな分子間の経路情報を表すわけですけれども、それを計算機上で表現することでさまざまな可視化を行えるようにして、全体にパスウェイを目で眺めたりとか、また自分が興味がある一部の相互作用に注目して生命現象を理解しやすくしようというのが大きい目的になります。またデータベース化することで網羅的に計算機上で解析することが可能になりますので、より効率的な解析につながると。またゲノムアノテーションとか主観比較、進化的な解析、遺伝子発現データの解析、モデル化シミュレーションなどさまざまな用途に応用することが可能になります。で、今回の講習ではパスウェイデータベースへのマッピングを中心に実習することにします。
でパセデータベースといっても、もう世界中にいろんなデータベースが、開発されていて、まあ、実際どれを使ったらいいかでこう迷うことが多いと思うんですけども、例えばこのパスガイドっていうサイトに行くとですね、こう現時点で、公開されているパスのリストというのが一覧を見ることが可能です。まあ、実際にですね、こう、まあ、無料で使えるものなのか、お金を払わないと使えないのかとか、またそのデータのフォーマットですね、そういった情報をこう、まあ、一覧で眺めることができます。またのいろんなこうパスエイ情報があるわけですけれども、まあ、歴史的にはですね、まあ、代謝パスエイのデータベースの構築を中心に始まったんですけれども、まあ、現在ではですね、こう物理的なタンパク質間の相互作用とか、まあ、コンプレックスの情報とか、まあ、シグナル伝達系とか遺伝子制御ネットワークとか、まあ、環境シグナルなど、まあ、様々な生命現象がこうパスエイとして表現されています。まあ、こういうパスエイとして表現したデータベースが確立されてきています。で、まあ、ほとんどのこうデータベースではその分子間のこの相互作用を見やすくするためにこうグラフという表現形式で書かれています。例えばあの今日紹介するケグパスエイというのは表現形ですけれども、こう代謝パスエイでは、まあ、代謝物、まあ、化合物を濃度、酵素反応をエッジとして表現されています。例えばこの小さい丸が、基質を表していて、まあ、こちらが生成物で、この四角い箱が、それを触媒する酵素の反応を表すわけです。また生物系ではこうタンパク質とか遺伝子、その他のこう小分子の濃度、まあ、関係性をエッジとして表現されています。ではこういう印はですね、右のものが左のものを抑制するという意味で使われます。またこの矢印はですね、この分子がこの分子をこう活性化するという意味で使われることが多いです。ただ厳密にはですね、ちょっとデータベース間でこう微妙なこう矢印の意味の違いがあるので、ちょっとご注意ください。で、こう先ほどのスライドで、まあ、濃度とかエッジとかそういうちょっと聞き慣れない言葉が出てきたかもしれないですけれども、まあ、情報科学によって、こうグラフ表現という時にはですね、まあ、そこでまあちょっと使う用語を整理しておきたいと思います。まあ、こうグラフというのは、まあ、情報科学において、まあ、濃度もしくは頂点というふうに呼ばれますけれども、まあ、その濃度間のこう連結関係を表すエッジで構成されるデータ構造になります。でこう数学的にはですね、こういうふうな表現形式で表示されて、この V が濃度の集合を表していて、この E というのがこの濃度と濃度をつなぐエッジの集合を表します。で、まあ、要するにですね、ちょっとこうイラストで書いてますけれども、この一つ一つの丸、これが濃度、頂点を表します。でこの濃度を結ぶこの線、これをエッジもしくは辺というふうに呼びます。でいろんなこうグラフ構造があって、この線にですね、こう向きがないもの、これは向こうグラフと呼んだりとか、この向きがある、この矢印の方向性を考えるときは、まあ有効グラフというふうに呼ばれます。例えば向こうグラフの典型的な例としては、タンパク質間相互作用ネットワークがあります。この丸がタンパク質に相互作用して、濃度がタンパク質に相互作用して、そのエッジが相互作用に対応するわけですね。でこの有効グラフの典型的な例としては、遺伝子制御ネットワークがあります。これは一つ一つの丸が、濃度が、まあ、遺伝子に相互作用して、この矢印が、まあ、その活性化とかを表すことになります。あとこう異なる種類のこう濃度でグラフ構造を表したものがあります。
これは2部グラフというふうに呼ばれますけれども、これは1種類目のこうノードと2種類目のノード間のこう連結関係を表すこうデータ構造になります。例えばこの青の種類のこうノードがたくさんあって、赤の種類のノードがたくさんあって、これの関係性をこう線で結ぶ、エッジで結ぶといったデータ構造になります。この典型的な例がまあこう代謝パス性になると思いますけれども、まあその酵素と化合物の関係をこういう2部グラフで表したりとか、まあ、こう薬と標的分子の関係をこういうふうなネットワークで表したりとかするのによく使われます。ただこうパセデータベースのこうデータ形式ですけれども、まあ、実際にこう計算機上でコンピューターでこう解析するときに、まあダウンロードしてからこう大規模解析するということが多いと思いますけれども、こう XML と言われるこうフォーマットで記述されていることが多くなってきています。またそれの変形である、こう KGML とか SBML とか、まあ、それぞれのですね、ちょっと微妙に違う目的が違うんですけれども、まあ、独自のこうフォーマットで表現されています。あとこのパセデータベースもですね、ちょっとフォーマット統一化しようという動きもあって、こうバイオパックとか、標準化を目指したフォーマットなどもあります。まあ、こういったコパ製のフォーマットを用いると、多分今日の講習会の最後にあると思うんですけれども、まあ、サイトスケープとか、ビザントなどのこうソフトウェアを使って、このパ製のデータベースをこうコンピューター上で視覚化したりとか、そういうことが可能になります。まあ、この どのデータベースをこう研究に使えばいいかというのは、まあ、自分が研究対象にしている、まあ、生物とか、まあ、パセの種類とか、まあ、研究目的によってまあ異なってきますので、まあ、それぞれまあ最適なものをこう見つけて使うようにしていければいいんじゃないかなと思います。今回はこうバイオサイクと研究パスウェイという2つについて紹介したいと思います。まずこのバイオサイクについてですけれども、じゃあこの URL にアクセスしてもらえますか。これの開発元は SRI インターナショナルという組織になります。対象の生物種は大腸菌から人まで株の違いを含めて約7000種類以上のデータが入っています。基本的にはですね、専門家が文献を読んで手作業で生成した文献ベースのデータベースになります。これ全部手作業でやるのは難しいので、機械的に処理する過程も導入されています。基本的にはアカデミックフリーで、大学の研究では自由に使うことが可能です。このデータベースのトップページの多分右下ぐらいにですね、この3つのこうレベルで構築されていますという説明があると思うんですけども、そのあたりに行ってもらえますか。でこのバイオサイクというデータベースは、大体この3種類ぐらいにこう分ける、3種類のこうレベルで構築されていて、1つは専門家が手作業で作成した文献ベースのデータベースになります。で2つ目のレベルというのが、自動ツールで作成したデータ、あらかじめちょっと自動的に一括処理しておいて、手作業で修正するという形で作ったデータです。あと、最後のレベルというのがですね、全部自動的に作ったものということになります。人のデータとかですね、大腸菌とか枯草菌とか、そういうモデル生物種に関しては、手作業で念入りに作られていると思います。
ではですね、こう実際にいろいろこう検索とかをしてみようと思います。このバイオサイクルのページでですね、左上ぐらいに、まあ、どの生物種のこう発生を見るか選べると思うんですけれども、そこで例えばこのエコサイクルっていうのを選んでもらえますか。これはあの大腸菌に特化したあの発生データベースで、このバイオサイクルで提供しているものになります。でそうするとですね、この右上にこう検索画面が、検索ボックスがあると思うんですけれども、まあ、そこにですね、こう自分が興味がある例えばまあ遺伝子の名前とか、まあ、パスウェイの名前とかそういうのを入れてこうクリックしてみてください。例えばまあここで書いてるようなグライコリシスとか、まあ、TCA サイクルとか何でもいいんですけれども、そうするとですね、こう自分がこう検索したこのパスウェイ、言葉に関係するこうパスウェイのリストがですね、こうダーッと出てきます。でこの中でこう自分が見たいものっていうのをクリックしてみてください。で、まあ、先ほどの例のこの回答系の場合には、まあ、このような形のグルコースからピルリン酸までのよく見られたこのパスウェイのダイアグラムというのが出てくると思います。アウトプットに関してちょっと補足的なご説明を続けていきますけれども、このデータベースの場合にはですね、こう大体こう文字で化合物名とかが書かれていて、このディテールっていうボタンをクリックすると、あ、すみません、またの酵素名とかがこう文字で出てくるような形になります。でさらに、まあ、酵素名とかまた代謝産物をクリックすると、実際の、まあ、化学構造の情報とかそういうのもこう実際に見れると思います。まあ、アウトプットに関してちょっとその説明を続けますと、このデータベースの場合にはこの代謝反応、まあ、酵素反応がこう青の矢印でこう示されていて、まあ、制御関係がこう灰色の矢印で示されているというまあ表現形式になっています。まあ、このあたりのこう矢印とか、まあ、その濃度の表現方法というのはデータベースごとに異なりますので、まあ、実際にですね、この各データベースごとにまあヘルプページとかを見ながら、まあ、そのあたりのこう記号の意味をこう理解して、この表示されたネットワークを解釈するというのが一番安全かと思います。ではちょっと説明を続けますと、このパスウェイのネットワークが出ていると思うんですけれども、この右側にですね、こういろんなオプションを選べるところがあると思います。で、まあ、このオプションを自分が好きなように見たいようにこうカスタマイズすることで、まあ、このネットワークのこう表現形式をこう変えたりとか、また自分が興味があるそのデータだけダウンロードしたりとか、まあ、そういうことが可能になります。あ、でもちょっと今回の講習会ではこうダウンロードはしないでください。こうかなりちょっと重たくなってしまうので、講習会の後にこう家か研究室とかで試してもらえたらと思います。またつながってない方もいるかと思うんですけれども、ちょっと時間が押しているので次に進みたいと思います。例えばこの先ほどのこうオプションのこう一番下で、まあ主観比較をするオプションがありますけれども、例えばまあそこを、押してみてください。でまあそうするとですね、こういう画面でこういろんなこう生物種がこうダーッと出てくると思います。まあ、そこでですね、こう自分がこう比較したい生物種をこう選んでやって、
例えばここだと保証金ですかね、コバチラスをこう選んで、クリックすると、ここにこう選んだこう生物種の名前が出てくると思います。そして、OK ボタンを押すと、スライドには載っけてないですけれども、多分この OK を押した時の結果が今いろいろ出てくると思います。コパス性とか遺伝子の並びとかオペロン構造の比較が大腸菌と好相菌でできたりとか、そういう解析ができるようになります。では次に進みたいと思います。ではここではですね、好きな生物種のこのパス性のオーバービューを見るという作業を行いたいと思います。このエコサイプの画面で真ん中のメニューの上の方にセルラーオーバービューというところがあると思うんですけども、そこをクリックしてみてください。そうするとですね、こう対処パス性こう全体の全体像をこう眺めることができます。そこでこう全体のこうグローバルのパス性の中で、自分が興味があるパス性がどこにあるのかとか、そういうものをこう見たいときというのは、例えばそのパス性の名前でこう検索したりとか、こう自分の興味があるこう遺伝子とか酵素の名前、化合物の名前でこう検索してみてください。例えばですね、この TCA サイクルという単語でこう検索すると、この TCA サイクルに相当するところというのがこのようにですね、ハイライトされて出てくるということが出てくるのが見えます。遺伝子名とか化合物の名前を入れると、その遺伝子化合物に相当するところ場所がですね、光る形になると思います。このバイオサイクのデータベースの特徴としてですね、他のオミックスデータを格納したデータベースと連動しているっていうのが大きい特徴かと思います。例えばですね、この GEO という遺伝子発現データをこう世界中の遺伝子発現データをこう集めたデータベースがありますが、多分世界で一番大きい遺伝子発現データベースになるんじゃないかと思うんですけれども、このデータをですね、このパス性のマップにこうマッピングすることが可能になります。例えばこの右のこのいろんなオプションでこうインポートデータ from GEO というところがあると思うんですけれども、そこをクリックしてもらえますか。そうするとそこからこうキーワード検索でこう GEO のこうデータを検索して、そこからこうデータを取って解析することが可能になります。例えばこの O157 という言葉でこう検索した画面を今回配布しているスライドにそのアウトプットの一例を出していますが、例えばこの O157 で検索した場合、こういうふうな画面が出てきます。でもこのキーワードに相当した遺伝子発現データが2種類あったというのがここに出てきていて、例えば1つ目のこうデータセットを選ぶとします。でもここではですね、ちょっと、タイプオブディスプレイのところはこうスタティックというところを選択して、このデータフォームというところはこうレイシオオブトゥーカナムというのをこう選択してみてください。でこの2カラムっていうのをこう選択すると、こう分子この非遺伝子発現のこう非をこうマッピングするということを、実行することになるんですけれども、その非の分母と分子をどれを取るかというのを、ここで選択するということになります。でここでは、
大腸菌 O157 のシンナムアルデヒド O との2時間目と4時間目の遺伝子発現の比をマッピングすることを考えます。ですので2時間目の遺伝子発現データを分母にとって、4時間目の遺伝子発現データのところを分子にとると、2時間目の遺伝子発現データ遺伝子発現から4時間後の遺伝子発現にどれぐらい変化したかというのを解析することができます。で、そこで、それを選んで OK を押すと、多分次のような画面が出てくると思います。このあたりちょっと全員がアクセスするとレスポンスが遅くなるかもしれません。でもこの場合ですね、オレンジとか赤で表示された遺伝子というのは発現が増えているということを意味します。青とか紫で示された遺伝子というのは発現が減っているということを意味します。そういったのをですね、このパスウェイマップ上でビジュアル的に表現して解釈することができるというのが大きい特徴かと思います。次はケグパスウェイデータベースについて紹介したいと思います。このデータベースは日本の京都大学科学研究所が開発しているものになります。対象としてはゲノムが決まった生物種を扱っていて、基本的にはですね、専門家が文献を読んで手作業で作成したデータベースになります。でリファレンスデータベースっていうのがあって、リファレンスパスウェイっていうのがあって、これは専門家が、文献を読んで手作業でこのパスウェイのネットワークの図をですね作って、出力したものになります。生物種パスウェイというのはこのリファレンスパスウェイのうち、リファレンスパスウェイで描かれている遺伝子のネットワークの中で、その生物種が持っている遺伝子特異的なものを表示するというふうな形になります。扱っているパスウェイの種類としては、基本的に代謝パスウェイが中心ですけれども、シグナル伝達系とか遺伝子制御のネットワークなど、さまざまなネットワークの情報があります。利用形態としてはアカデミックフリーです。データ形式はこの KGML という独自のフォーマットになっていて、これをダウンロードして実際に自分のコンピューターで網羅的な解析をするということも可能になります。でも KEG っていうのは、先ほど紹介したケグパスウェイというのはケグというデータベースの一部になります。でケグというのは遺伝子情報、化合物の情報、パスウェイ情報、さまざまな情報を網羅したデータベースになって、そのパスウェイデータベースというのはその一つのコンテンツということになります。ですので、そうですね、ではKEG のホームページにアクセスしてもらえますか。多分 Google とかで KEG っていうふうに打つと、すぐに見つかると思います。この URL を直打ちしていただいても結構です。でこの例えばこの KEG2 っていうところをクリックするとですね、どういうふうなデータベースのコンテンツがあるかというのが、カテゴリー化されて、見ることができます。パスウェイ情報はシステムの情報として、ゲノムの情報とか遺伝子の情報とかはジェノミックインフォメーションのカテゴリーに、リガンドの情報とか糖鎖の情報とかはケミカルな情報のカテゴリーに、
あとはもう病気の情報とか薬の情報とかはこのヘルスのこうカテゴリーに属しているということになります。まあ、かなりのこうコンテンツがあって、このディジーズとかドラッグっていうのは、まあ、今回の講習会 の今回この時間の最後の方に、疾患研究への応用というところでも紹介したいと思います。まずはですね、このどういうふうな生物種があるかっていうのをこう見てみようと思います。このケッグオーガニズムっていうところがあると思うんですけども、それをクリックしてもらえますか。そうするとこう、格納している生物種のリストがダーッと出てくると思うんですけれども、表記をですねこう簡単にするために、ここでのケッグというデータベースではこう3文字もしくはこう4文字のこう独自のこう生物種コードを使用して、その生物種を表現しています。例えばですね、この、人は、ホモサピエンスなので、このホモのこの H サピエンスの SA というのを取って HSA という形で3文字コードされています。だいたいこのルールは、他の生物種にもこう適用することができて、ほとんどの生物種が3文字もしくはこう4文字で表現されています。でこの生物種コードのこうリンクをクリックすると、その種の情報が表示されます。で、その生物種に対して、その例えばその遺伝子のこの機能の情報をこうアサインしていくっていう作業、アノテーションというふうに呼ばれますけれども、そういうのをこう手作業でやっているのか、もしくは何かのツールを使って自動的にやっているのかというのが表示されます。モデル生物とか、人とか、こう非常にこう重要なこう生物に関しては、大体こうマニュアルで情報が整備されているかと思います。ただ日々ですね、こうたくさんの生物種のゲノムが決まるという状況ですので、全部こう手作業でこう整理していくのは不可能に近いんですね。そういうものはここに示している、ブラストとかゴーストとかのツールを使って自動的にこうデータを整理するということを行っているようです。で、データベースのリストも、こういろんなこう階層でこう整備されていて、週ごとにこう整備されていたりとか、こう株をまとめてこう整備されていたりとか、属をまとめて整備したりとか、いろんな階層でのこう表示が可能になっています。ではちょっと説明はこれぐらいにして、実際に実習に移りたいと思います。そうですね、研究パスウェイのトップページに移動してもらえますか。でもこう検索ボックスがあると思うので、そこでですね、こう自分が興味がある、例えばパスウェイの名前とかをこう入れてみてください。グライコリシスとか、TCSI とか何かアミノ酸の合成系のパスウェイとか、そういうものをこう入れて、例えばこのサーチボタンを押すと、そのキーワードで引っかかってきた、このパスウェイのリストというのがここに出てくることになります。これはリジンでこう検索した結果ですね。でこのうちの一つを押すと、クリックすると、次のような画面になります。でそのパスウェイのこのエントリーのこの ID、 そのパスウェイの名前、そのクラスで、パスウェイのマップ、こういったグラフ構造ですね、といった情報が多分表示されると思います。で、先ほどの画面からこうマップだけを取り出したものが、この画像になりますけれども、この代謝活性の場合
よくリファレンスマップの例になりますが、この場合ですね、この四角い箱、これが酵素反応に相当します。酵素とか酵素遺伝子に相当するわけで、この小さい丸というのが代謝産物などの低分子化合物に相当します。でこの矢印というのは、この化合物からこの化合物に変換する化学反応をこの酵素が触媒するというふうな表現方法になっています。実際にですね、この長方形の意味とか丸の意味とか矢印の意味っていうのは、このヘルプページをクリックするともっと詳しい説明が書かれているので、この辺り参考にしてみてください。でこの代謝パスウェイのマップで酵素反応を表すのがこの長方形の箱というふうに言ったんですけれども、ここにですね、4桁の番号が書かれていると思います。これは酵素番号もしくはこう EC 番号というふうに呼ばれているものになります。でこれは世界的な酵素反応の分類体系の一つで、データベース上では酵素の識別子としてもよく使われます。大体こうメインのこうクラスとしては大体こう6種類に分かれます。1つ目のクラスが酸化還元酵素、2つ目が転移酵素、3つ目が活性分解酵素で、4番目が脱離酵素で、5番目が異性化酵素で、6番目が合成酵素を表します。でそれぞれのこうクラスでさらにこう細分化されて、クラス分けされて、さらにこのサブクラスでも、さらにこう分割されて表現されます。でこう重要なのがこの上位3桁がこう反応のクラスを表すんですけれども、こう4桁目が単なるこう基質の特異性とかこうインデックス番号に相当します。でこうサブクラスのこう意味、サブサブクラスの意味っていうのもですねこのメインのクラスごとに異なるので、この辺注意してください。では実習に移りたいと思います。でこの左上のところにですね、このプルダウンメニューがあると思うんですけれども、そこでですね、こう自分が好きなこう生物種をこう選択してみてください。それで選んだらこの5をクリックしてみてください。そうするとこう自分が興味があるこう生物種のこうパスウェイというのが色付けされて浮かび上がってくるはずです。ただこれをそのまま押すとですね、リストが多すぎて見にくいと思うので、例えばこのソートビローバイアルファベットというのをこう選択して、こう生物種のリストを見やすくして5のボタンを押したりとか、このパーソナライズメニューを選択してこう見やすくした後にこう5をクリックすると、選びやすいかもしれません。誰か生物種を選んでクリックすると、このような画面になると思います。でその生物種が持っている酵素というのはこういうふうにこう緑色で表示されることになります。ですのでこう自分がある生物種特異的なパスウェイというものをこう視覚的に表示することが可能ということになります。ここでこういろんな種類のこう生物種を選んで、クリックするとその種特異的なパスウェイが出てくるので、その主観比較をこうパスウェイレベルでやりたいとか、そういう用途に非常に向いているんじゃないかと思います。
で、このリファレンスパスウェイとこう仕事のこうパスウェイの関係ですけれども、ここではですね、KO というこうなんかオーソログループを表すこう ID を介してですね、こう主観比較ができるようになっています。例えばですね、この人の遺伝子でこの HSA5315 という遺伝子があるんですけれども、これはあのオーソログループでこのような K 番号がアサインされていて、酵母とか大腸菌とか細菌とかが、同じオーソログのグループに入っていれば同じ ID がアサインされていると、こういうのがこう内部にですねあるのでですね、こう皆さんがクリックしたときにそう習得意的なこうパスウェイがこういったオーソログループの情報をもとにこう浮かび上がってくるというシステムになっています。ではちょっと次に進みたいと思います。で、生命科学におけるこう情報、遺伝子とかタンパク質とかこう機能の記述、これらに関する情報を有効利用するためにはですね、こう同じものを、統一的なこう語彙で表現する必要があります。例えば人ごとにですね、研究者ごとにこう呼ぶ遺伝子の名前が違っていたりとか、化合物の名前が違っていたりとか、機能の呼び方が違っていたりすると使う側としては混乱しますので、データベースでは統一的な用語で表現しようということになります。そういう統一化することで、異なる分野間で、もしくは異なるデータベース間で、もしくは異なる生物間で、データの結合とか横断ということが可能になります。そういったものをオントロジーというふうに呼ぶんですけれども、大きく遺伝子のこうオントロジーとして、ジーンオントロジーと結局オーソロジーというのがあります。その KO というのは、先ほどのパスウェイのこの内部のシステムを説明したときに用いたこう K 番号に相当します。でもちょっと時間がないので、このあたりは飛ばしたいと思います。先ほど出てきたその KO だけを説明しますと、基本的に同じ遺伝子に対しては同じ名前のこう ID を用いて、同じ機能に対しては同じ用語を用いる。で、パスウェイ上、もしくはこう機能の階層のページもあるんですけれども、そういったところで同じ場所にこうマッピングされる遺伝子というものを、オーソログのこの K 番号 KO というのでこう定義されているということになります。詳細はですね、このページにあるので、このあたりを見ていただければと思います。ではその実習に移ります。ここではですね、このオーバービューマップというのを見ようと思います。このパスウェイのこうトップページでにまずはちょっと行ってもらえますか。そこで一番上のカテゴリーでこうグローバルマップ、グローバルのオーバービューマップというのがあると思うんですけれども、そこでメタボリックパスウェイというのをクリックしてみてください。そうすると、このグローバルな代謝パスウェイ全体を眺めることが可能になります。で、ちょっとこうスライドの中にですね、この実際のこう例を出してますけれども、例えば一つの生物種を選択すると、その生物種が持っているパスウェイがこう色付けされて、その生物種が持っていない経路はこの灰色で表示されるというふうな仕組みになっています。そうですね、ちょっとグローバルパスウェイのこう表示に関しては、ちょっと動作が遅いと思うので、ちょっと講習会の後とかに、ご自宅でもしくはこう研究室とかで試してみてください。で、次の実習ではこの主観パスウェイの主観比較というものを行ってみたいと思います。結局フォアパンゲノムズというところに行ってもらえますか。で、そこでですね、こうフォームがあると思うんですが、このように、自分が見たいこう
複数の生物種の誤算持ちコードをこう入れて、まあ、この生物とこの生物種を例えばこうプラスで結んで、まあ、GO というボタンを押すと、次のようなこう画面になって、このパスへのこうリストをのボタンを押すと、まあ、次のような、パスへリストが出ると思います。まあ、そこでこう自分が好きなこうパスへをクリックすると、まあ、このようにこう種別にですね、こう色分けされたパスへが出てくると思います。例えばこうアブラムシとブフネラのこうパスウェイを同じこうパスウェイマップ上で表現したいという解析を行ったときに、例えばこのアブラムシはこう緑色、ブフネラはこうピンクで表現されて、まあこれはあの共生関係にあるので、こうアミノ酸合成がその共生関係によってまあ可能になっているというのが視覚的に分かるといった形になります。同じことをですね、こうグローバルマップでやると、ちょっとこの辺、これはちょっと時間かかるので、ちょっとやめ、今回は控えてください。まあ、同じことをですね、グローバルマップでやると、まあ、パスへのこう全体の中でのこう、まあ、2つのこう生物種のこう互換関係を見ることができると。まあ、種の特異性とか、まあ、共通性というのをこうパスへ単位でこう眺めるときに便利かと思います。でこの結果パスウェイにはですね、こう自分の好きな遺伝子とか化合物とかがあれば、それをパスウェイにマッピングするっていう機能もついています。これもですね、こう基本的にですね、こうパスウェイマッピングをするためのこうページがあって、例えばこういうフォームがあるんですけれども、まあ、そこにこう自分が興味がある遺伝子とかタンパク質とか化合物の名前を入れてクリックすると、まあ、その部分がハイライトされて、そのパスウェイが表示されるといった形になります。ちょっとこう今時間がなくなってきたので、ここはちょっと飛ばしたいと思います。すみません、ちょっと時間がなくなってきたので次に進みたいと思います。他にもこういろんなパスウェイのデータベースがあって、他にこう有名なものとしてはこうリアクトームというデータベースとか、こう PMN といったデータベースなどがあります。まあ、このあたりはちょっと今日は、詳細はやりませんけども、まあ、興味がある方は、アクセスしてみてください。次にあの疾患研究への応用について、話していきたいと思います。疾患のデータベースとして、まあ、KEG ディジーズデータベースというのが提供されています。このコンテンツに関しては日本語の表記もあるので、非常に分かりやすいんじゃないかと思います。でこのデータベースではこの、疾患名というのが階層的な形で整理されていて、例えばまあ自分が興味がある病気の名前をところをクリックすると、そのエントリーの情報がこのように表示されるということになります。例えば非小細胞肺がんの場合には、その病気の概要とかカテゴリー、そのパスウェイの情報、病原遺伝子の情報、発がん物質などの情報が得られるということになります。でこの KEG ディジーズのこう、特徴的な例としては、この疾患特異的なこうパスウェイの情報を、まとめているというのがあります。最近、こういろんな疾患に対して、研究が進んできているわけなんですけれども、健常者に比べて、患者さんというのは、それぞれの、個々の遺伝子の異常はそうなんですけれども、それがこうパスウェイレベルでこう、異常を引き起こして、
そのシステム異常によって、まあ、そういった病気が発症したり進展したりしているんじゃないかというふうな考え方が主流になってきています。まあ、そこでですね、この研究というデータベースでは、その病気の、発症とか進展に関するこう物資ネットワークの情報をこうまとめたこう発生情報というのを提供しています。例えばこれは大腸がんのこう発生の例ですけれども、先ほどと同じようにこう遺伝子とかタンパク質はこの長方形の箱で、そのつながりはこう線で表したダイアグラムというのをこう提供しています。で、こう四角の中に書いてある文字というのは、まあ、遺伝子名を書いていて、病原遺伝子となっている遺伝子はこう赤でマークされているという形になります。例えばこの非小細胞肺がんの場合の例が、まあ、こちらの画面になりますけれども、がんに関与するこう遺伝子のネットワーク図がこう描かれていて、赤字の遺伝子というのがその疾患の病原遺伝子を表すということになります。で、まあ、実際に、その肺がんのこう薬であるこうゲフチニブとかエロチニブといったものが、まあ、この分子をこうターゲットにしているとか、そういう情報がこうパスエレベルで見えるというのが特徴かと思います。で、まあ、このこう左上の、まあ、このオプションをこうディジーズドラッグというところに合わせてやると、このようなこうピンクと青の表示で、出るこう発生が出ると思うんですけれども、このピンクのボックスというのはこう何らかのこう疾患で病原遺伝子となっているこう遺伝子というのを表します。このライトブルーのボックスというのは、この何らかの疾患で医薬品のターゲットとなっている遺伝子を表しています。じゃあ実際にこう実習に移りたいと思います。まず、キッグディジーズというデータベースにアクセスしてみてください。キッグというデータベースのトップページから、ディジーズというところをクリックすると、そこに行けると思います。疾患発生のところで、左上にこうプルダウンメニューがあると思うんですけれども、まあ、そこでですね、ホモサピエンスこうディジーズドラッグというところ、そのオプションをクリックすると、まあ、先ほど説明したようなこうピンクとこうライトブルーのこう画面が出ると思います。まあ、これを見ることで、その疾患が関わっているこうパスウェイで、どの分子が実際に創薬ターゲットになっているのか、まだ創薬ターゲットとしてはなっていないのかとか、そういう情報を得ることができます。では次の実習に行きたいと思います。ここでは遺伝子発現データの情報をパスウェイにマッピングするという作業を行ってみたいと思います。例えばこの小細胞肺がんで発現が高い遺伝子と低い遺伝子をパスウェイにマッピングするということを行いたいと思います。今回の実習のためにですね、ちょっとこう遺伝子リストを作ったページがあるんですけれども、ここにアクセスしていただけますか。もしおスライドを事前にダウンロードした方は、それをコピー&ペーストするといけると思うんですけども、ね、ちょっとアドレスが長いので分かりにくいかもしれないんですけど、ここにアクセスすると、このような遺伝子リストを示したテキストファイルを置いています。そして、次に先ほど見ていたこのケッグパスウェイのこのページがあると思うんですけれども、ケッグパスウェイのホームページ、トップページの下の方にパスウェイマッピングというセクションがあります。先ほどこのパスウェイマッピングというのはどこにあるのかわからないという人のご意見があったんですけれども、この
結局パステイのページの下の方に多分こういうふうなセクションがあると思うので、そうですね、下から探した方が早いかもしれません。そこにこのサーチパステイというオプションがあるので、そこをクリックしてみてください。で、今回の遺伝子発現データは人ですので、ここであのホモサピエンスのパステイをこう選んでみてください。そしてここにですね、まあ、フォームがあると思うんですけれども、まず一番最初これを選ぶと、このような感じで入力してくださいという例が多分出ると思うんですけれども、これはちょっと手作業で削除して、先ほど示したこう、ここの遺伝子発現の高発現だった遺伝子のリスト、低発現だった遺伝子のリストをコピー&ペーストして、ここに入れてみてください。そしてここの実行ボタンを押すと、実際にどのようなパスウェイにマッピングされたのかというのが出てくると思います。で、この出てくる順番というのは、マッピングされた遺伝子の数が多い順に出てくることになります。で、実際に、何かこのパスウェイをクリックすると、例えばこうセルサイクルのパスウェイをクリックすると、こう実際にこうマッピングした遺伝子というのはこう赤く表示されて、表されます。そうすることで、自分が興味がある遺伝子発現が高かったもの、もしくは低かったもの、これがこうパスウェイ上でどこに配置しているのかというのをビジュアル的に表示することが可能になります。じゃあ時間になりますので、ちょっともうまとめに入ろうと思います。他にもですね、こう病気のデータベース以外にもこう薬のデータベースなどもありまして、このあたり有用な情報かと思います。実際にこう薬、これまでにこう販売されているこう薬に対して化学構造とか効能の情報とか標的分子の情報、もしくは標的パスウェイの情報、代謝酵素の情報、もしくはこの薬とこの薬を同時に飲んだらダメだっていう薬物間相互作用の情報などを得ることができます。この後にもちょっと実習でやりたかったんですけども、今回は時間関係で終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。